船長もね、牛柄ビキニ書いてもらったんですよ、ファンアートとかで。いや、ありがとうございます。これからもね、皆さん遺憾なく書いていただいてね。船長は全くね、全然嫌とか思ってないんで、好きなだけ牛柄ビキニの船長を書いてください。え、今日も酔ってる感じする？船長酔ってないよ。なんかね、いつも酔ってるって聞かれるんだよね。声かな、声がなんかヘラヘラしてんのかも。ちょっと揺らしとくか。タプタプだ。ほくろ？あ、ほくろ！どこだっけ？この辺？ここ？おっぱいにほくろ。君たちよく見てんね。ド変態じゃん。変態。君たち変態？いやー、おっぱいでけえ。船長もそこそこ大きいけど、さすがにヌエルほど大きくないから、こんくらい大きいと誇れるよね、自慢できるよね。え、船長こんなにおっぱい大きかったら履歴書にさ書くもんね。履歴書に特技、趣味特技、え、特技おっぱいが大きいこと。特技特技おっぱいが大きいこと、趣味おっぱいの大きさで他人を翻弄すること、周囲にミルク書いて。あ、癖だねー、それ性癖だねー。取れましたみたいな、ノエちゃんから絞りましたみたいな。え、船長さ、乳絞りとかしてみたいな。乳絞り、乳絞りって言っても、船長がしたい乳絞りは牧場の乳絞りではなく、女の乳絞りしてみたいの。人生で一回くらいしてみたいな。うん、乳でビンタされたい。あ、乳でビンタされたい。乳でビンタ、船長がしてあげるよ、ブルンブルンっつって。じゃ、船長じゃ足りない、レイニちゃんがいる。ちょっと待って、草って言ってた。ヘイレイネ、レイネちゃん、レイネちゃんのおっぱい、ちょっとレイネちゃんって日本語どれくらいわかるんだろう。レイネちゃんのおっぱい絞ってみてもいいですか。船長、誰、女のおっぱい絞ってみたいんですけど。